君は。いつも大切に育ててくれてありがとうございます。まさかうちの牛のミルコなのか。おじさまに赤ちゃんの頃から大切に育てていただいて嬉しかったです。感謝の気持ちを伝えたいと毎日お祈りしていたら神様が人間にしてくれました。そっか、神様が。ちょっと私に確認もしてほしかったな。あ、いや、なんでもない。あの、鶴の恩返し的なあれということだな。そうです。しかし困ったな。まだ今日の分のミルクを取れていないのに。はい、なのでどうぞ。え、どうぞ。まさかミルコからということか。はい、牛ですから。いや、ダメだダメだダメだ、そんなことできるわけないだろう。どうして前はあんなに力強く絞ってくれたじゃないですか。いや、力強くってやめなさい。女性の見た目でそんなこと言いなさんな。前までは絞ってくれてたじゃないですか。あんないやらしい機械まで使って。それはミルコが牛だったからだ。あと、なんだいやらしい機械って。そんな目で見てたのか。あれは立派な産業機械だ。お願いします。ダメだ、おっかに怒られる。おっかっていうか、なんならこう警察組織がやってくる気がするろ。意味がわかりません。なんで牛はよくって人間はダメなんですか。そういうテーマはビーガンなどと議論する際に持ち出してくれ。今の君からミルクを絞っちゃいけないのは誰が見たって明らかなんだ。差別ですか。これのどこが差別だ。私は私の判断を誇りに思う。あんなに優しかったおじさまはもういないんですね。ミルク、今までありがとうございました。すまん、少し言い過ぎたかもしれない。すまない。もう、え、ちょっとくらい優しくしてくれてもいいのに。うん、でもできないんだ。もう、いや、それ何それ、あの、全くもうみたいなニュアンスで言ってる。そうに決まってるでしょ。なんでそこにこんなリアルが残ってんの。すっごい牛だね。今やっと信じられるようになったわ。すっごい牛だね君。これどうなんの。ミルコは牛に戻るの。わかりません。え、神様に次いつ会いますかって聞いたら、行けるタイミングで行けそうだったら連絡すればって。いや、絶対に来ないタイプの神様じゃん。そいつは行けるタイミングになっても絶対に連絡してこないよ。最初から行く気ないからだよ。おじさま、ちょっとお腹が痛くなってきちゃった。ああ、トイレかい。トイレ何のことかわかりませんけど。え、いつもみたいにここで。あ、いやいやいや、いかんいかんいかん。いつもみたいって。あ、そうだね。だからもう日常が狂ってたんだよね。こう、牛だからってそこら中で勝手に排泄させてたおじさんが悪いよね。ミルコ、ごめん。世界中のあらゆる牛さん、ごめん。